皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、見てる人によってはそれぞれなんでね、 YouTube はいつでも見れますんでね、電車の通勤帰りの方かもしれませんし、なんかよく電車の中で僕のアップした動画を見たら結構面白くて吹き出して周りの人から見られちゃいましたという書き込みコメントあるんだけど、そういうのを見ると嬉しいですね。今日もね、久しぶりのゲーム企画でーす。わお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 ってことでね、久しぶりでもないんですけど、この間メイドインワリオやったんだけど、これが面白いんですよ皆さん。いや僕もね、なんかゲームがすごい好きで、小さい時からでもファミコン世代ですよね。ファミコン世代、いわゆるね、ゲームも進化してるよね。もうね、やるとね、時間がなくなっちゃうよね。来て来て、誰だお前は。モナちゃん、ニューゲーム、オッケー。どれにしようかな。モナさん、今日は何をお求めで。パーティー用のドレス、うん、でもめちゃめちゃ迷っちゃって。基準を決めてはどうです、うん、好きな色とかモチーフとか、うんうん、モナさんの好きなものって何ですか。甘いものでしょ、可愛いものでしょ。女の子らしいですね。それからワリオ王子様。ワリオ？だって素敵じゃない。あのお花とおひげ、うん、何ですと。上店長も素敵だよ。そのたるんだ顎、とってもチャーミング。そんなにたるんでます。店長は女の子がどんなドレスだと嬉しい。え、そうですね、私はやっぱりそのリボンとフリルいっぱいで。 あれかわいい。色はピンクなどいいですね。昔初恋の人がそんなドレスを着ていて。あれ、モナさん、モナさん、試着するからどれが似合うか見て。はーい。なるほど。難しいね今の。あー、やりすぎた。お、今奇跡だな。あー、次失敗したらやばい。どんどん行っちゃおう。わー、 OKOKOK。続きから行くぜ。頑張るね。どこだっけ。ああ、そういうこともあるよ。 OK 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 OK。 今のうまい。オッケー。オッケー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 。
ああ、何やってんだよ。なになになに、あー上にさ、オッケーオッケーオッケー、お、ボスステージ来た。スタート、危ない、あー難しいなー。あーもう一回もう一回、なんとなく分かってきた。いけんだろうこれ。スタート、やるな、危ない、その調子、やるな、あと少し、やったー、面白いね、やっぱり。うん、いいね、セーブした。なんでしょう。もしパーティーにいたら紹介してあげるね。リボンとフリルいっぱいのピンクのドレスの人。え、いやですね、モナさんたら。パーティーなんて誰が来るかわからないですし。まずい、もうすぐバイトの時間だ。でももしそんな人がいたら。じゃあね、店長。ぜひご紹介をお願いします。ってモナさん。モナさん。モナさん。ドリブル王子様とスピッツ王子様で、かいっぱい王子様いるんですかこれね。ドリブル、スピッツ。出た。お、いいねキャラクター。えらいこっちゃ。お客さん降ろしたんはええけど、完全に宇宙戦争に巻き込まれてしもた。めっちゃレーザー飛んでますな。おっ、危な。ほら、どこ狙っとんねん。落ち着き、ドリブル。せやけど、車に傷が。やめとき、相手は UFO やで。敵に回して厄介事になったらどないするんや。すんまへん。すぐカットなったらあかん。客商売と一緒やで。さすがスピッツさん、いつも冷静や。いいね、キャラクター。レーザーや、ハンドル切り。間に合いまへん。えらい目合いましたで。そへん。え？あいつら許さへん。ドリブルバズーカのようや。かしこまり。で、あかん。すぐカットなったらあかんで、さっき。え？やられたままで黙っとれるかもげ。おせんやおせん。行くぜ。冷静に、冷静に。スピッツハー。逆なんだね。性格が必要。オッケー、やりますな。オッケー、お上手でした。あー、くそ、こらあかんわ。オッケー、ナイスドライビング。オッケーオッケー。あー今の難しいな。伸ばしますぜ。違う、まずいです。くそ、ここまでですな。あー難しい、レベル上がってる。もう一回、もっと走るで。あ、ジャンプが全然。あー、これ簡単。オッケー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 。あー今難しいな。伸ばしま
って。これ今の簡単。どういうこと？分かんなかった。あー、クソ、もう一回やる。何今の？全然分かんねえよ。どっちが青いかってどういうこと？意味わかんねえ。いいね、今の。おい、いいね、いいね。いいね、いいね。なあ、わかんねえ。お、ボスステージ来た。おかしいこれ。何これ。やったー。うんうん、すごい、やりましたな。やったー。いいね、楽しいね。最後のボスが鼻だったということだったんだね。はい、ということで今日もマリオ楽しかったです。皆さん、楽しんでいただけたかな。またねー。皆さん、いつも動画を見てくれてありがとうございます。皆さんの意見もお待ちしてますので、 Twitter とか YouTube の方に意見を寄せて送ってください。チャンネル登録もよろしくね。僕はクルチューバーでー。じゃあね、みんなにバイバイって。いつもありがとう。バイバーイ。